乃木坂46の久保詩織が、1日放送の、乃木坂46のオールナイトニッポン、日本放送、毎週水曜25時に出演。今欲しいものについて明かした、久保詩織、田村真由との二人旅で欲しくなったものとは以前、車がなかったからバスとかを駆使して、メンバーの田村真由と海へ旅したと口を開いた久保。楽しい二人旅だが、そしたらやっぱ回れる場所ってすごい限られてたから、車があった方が楽しめるんだろうなって思った、と、免許と車があったら、と痛感したことがあったのだという。それゆえ、今まであまりそういう話題触れてこなかったけど、めちゃくちゃ免許が欲しい、と話した。しかしどうやら一人で自動車学校に通うには不安があるようで、何か番組の企画とかじゃないと怖くていけないかも。一人で取りに行くってなると、すごく勇気がいる気がして。だったら何か番組で企画とかにしてくださったら行くのにな。と番組企画で免許取得をしたいとつぶやいた。さらに、企画だったら取りに行くのにな、ってみんな言ってた、と乃木坂46のメンバーたちも同意見だったことも明かした。久保詩織、やっぱり勇気が出ない、誰か免許持ってるといいですよね。メンバーでお出かけとか、何かちょっと遠出とか、友達とドライブとかしたい、レンタカー借りて、とどんどんと夢が広がった久保、免許取ってから家寄って、と自身に突っ込みつつも、免許、取る取るいつか取る、取りたいけど、やっぱり勇気出ない、とぽつり、この後も、番組に免許企画を提案してみたり、合宿免許に興味があると語ったりと、免許を取りたい思いと足を踏み出せない気持ちで何度も葛藤していた。